ドミートリー・メドベージェフ大統領と会談するゲオルギー・ボースゲオルギー・バレンチノビチ・ボースはロシアの政治家2005年から2010年までカリー・ニングラード州知事モスクワ出身聖火はクリミアドイツ人の家系である1986年モスクワ動力技術大学を卒業し電気技師となる 1986年から1988年まで2年間兵役に月空軍に勤務した。1988年除隊後、技師、上級技師、全連邦科学研究技術工学研究所初級、研究職、モスクワ第247中学校数学、非常勤講師を歴任する。1991年モスクワの工学会社、スベトセルビス社の、 研究産業部門担当取締役。1993年科学産業工学会社、スベルトセルビス社長。1995年ロシア会員選挙に立候補し、当選する。1996年から1998年まで、会員予算、税金、銀行、金融委員会に所属し、1996年には、 我が家ロシアの会派に所属し会派副議長を務めた。1998年9月29日、ロシア連邦国税庁長官を経て、1998年12月23日、エフゲニー・プリマコフ内閣のロシア連邦税務、公共料金担当省に就任する。1999年ロシア会員選挙で、メドベドコフスコ後小選挙区から再選される。 1999年祖国、全ロシアに参加し、同会派の副議長。2003年12月会議議員に参戦。同年会員副議長に選出され、統一ロシア会派幹部会員、党最高会議議員となる。2005年9月28日、カリー・ニングラード州知事に就任する。2010年9月27日、知事を辞任した。私生活では、3度結婚し、 5人の娘がいる。A.B. ジョージーバレンティーノビッチ・ブーズ。ロシアングリズ。2013年8月26日。閲覧。ありがとうございます。